初めて食材の菊芋、栄養価が高いらしい。これできんぴらを作るよ。菊芋 160g、 黒いところを切って皮付きのまま千切りにします。人参 100g は皮を剥いて千切りにします。ごま油大さじ1、赤唐辛子輪切り少々を温め、人参と菊芋をしんなりするまで炒めます。刻んで冷凍してあった油揚げ1枚分加えます。砂糖大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1と1/2、水分が少なくなるまで炒めたら火を止めて、ごま大さじ1を混ぜたら出来上がり。